はい。信州信濃の善光寺門前、小屋家の天使でございます。今日もよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、今日は、えー、店に祀ってある、えー、神棚。これですね。仮想神社。えー、お菓子の神様ですね。えお菓子の神様なんて、いるのって結構思われる方。 えー、いっぱいいらっしゃると思うんですけど実はいるんですあの日本はね八百万の神様って言われるぐらいいろんな神様がいて、あのー、実は料理の神様だっています、あのー、私もともと日本料理をやってましたんで、えー、よく行ってたんですけど、えー、長野で言いますと権藤、えー、の秋葉神社の、えー、奥に 実はいらっしゃいます。包丁とね料理の神様です。まあ、そのお話はね。また次回、えー、いつか動画にしようかなと思います。けど、えー、今回は、えー、お菓子の神様たじ、田島守りの命でのお話をちょっとしようかなと思います。えー、まあ、詳しくはね。あのー、インターネットで調べていただければ細かく出てきますんで。 今日はあの第十一代水仁天皇の命で「田島守の御事よ、あのー、時軸の家具の好み」これはね食べると年を取らず長生きする、えー、不老長寿の実と呼ばれてるんですけどそれを常世の国あの遠い海の向こうにある国 にあるらしいんでそれれを取ってきてきくれと頼まれた田島守の御琴は「はい了解しました!」ということでえその旅に出るんですよね探しに。でまあ山あり谷あり多分いろんなことがあってあの悪いやつが来てちぎっては投げちぎっては投げしながらねようやく時軸の家具の好みを見つけてで日本に帰ってきたんですけれどえー命じた ついに天皇は帰ってくる1年前にもう亡くなられていたとであまりに嘆き悲しんであのその時軸の家具の好みを、えー、天皇のお墓の横に植えたというお話があって、えー、そこからの田島守の御事がお菓子の神様になってますじゃあ何でお菓子の神様なんだっていうのがその時軸の家具の好みこれはあの橘立花 要はみかんの原種ですねやっぱりね今も昔もね冬になるとこたつに入ってみかん食べてビタミン C いっぱいとって風邪ひかんようにねっていうねそういうのを多分昔っからあの昔の知恵というかねやってたんだと思いますでそのお菓子加祖神社のね場所っていうのは、えー、兵庫県の豊岡市、えー、兵庫の結構北の方ですね そこの中島神社っていうのが総本社でそこが田島守のみ事のあの故郷というかいうことになってますね。で古来お菓子っていうのはね実はね果物のことであのー、漢字で書きますとね「菓子」とこう書きます。 菓子はいそれが後にあのお菓子っていうことになりました。めでたしめででたたししまあそんなこんなでねうちのうちもお菓子を扱ってる以上うんやっぱりお菓子の神様を祀って毎朝あのーえー、柏で二礼二え二礼二百首。 一例かちゃんとしてね今日も無事目が覚めてお菓子を作ることができてありがとうございましたとまあ昨日の晩寝てね今朝目覚めずにそのままぽっくりいってしまうこともあるかもしれないけど今朝目が覚めて本当にね皆さんの喜んでもらえる顔が見れるようにお菓子を作ることができて感謝してます。 というのとあ,のあと恵比寿様ですね。恵比寿様にも感謝してあともちろん善光寺様ですよね善光寺さんにご挨拶してそれから毎朝仕事を始めるようにしておりますまあ今日はそんなところでねお菓子の神様についてのお話をしてみました、えー、以上です ほなねー。